伸びる大型猫メインクーン、クーちゃんの場合、我が家のデカ猫メインクーンのクーちゃん2歳。このところの飼い主の仕事机での様子、へそ天、究極のリラックススタイル、飼い主の前で安心してお腹を見せてくれるのは嬉しいけど、そこまで警戒心がなくてよかったですか？なんとも。あっぱれな姿。くーちゃん筋肉質だけど意外に体が柔らかかったんだね。敏感な後ろ足を触られても嫌がらなくなってきた。少年が触ったまだキープしてくれるけどね。へそ天には体温調節をするという意味もあるそうで、確かに暑くなってきたもんね。あまりにも暑かった日にクーラーをつけたら、すぐにその部屋にやってきたよ。温度変化に敏感なんだね。クーちゃんは警戒心の強い猫なので、へそ天をしたのはうちに来て1年以上経ってからだし、へそ天をしている時に近寄っても警戒しなくなったのは2年目くらいからかも。警戒心のない大胆な猫は誰の前でもへそ天するっていうからすごいよね。猫の伸びているのを見ると、どこまで伸びるのって思うことが多い。伸びている時の胴の長さを測ったらすごい長さになりそうだよ。手足もタコみたいに伸びるけどね。そうそう、猫って軟体動物みたいにくねくねもするし、伸びたり縮んだりが激しいよね。実は猫が伸びた時の関節は約2倍の長さになってるんだって。2倍。猫の骨は関節と関節の間の可動域がとても広いかららしい。さらに腸が短く、内臓を骨で支える必要がないので、お腹は伸び放題。皮膚も柔らかくてビヨーンと伸びやすい。猫の伸びにはそんな体の仕組みがあったんだ。お尻つけてる。お尻は猫にとって急所だから、こうしてお尻を向けてくるのも飼い主への警戒心も解けて、飼い主のことを信用し信頼してきている表れなのかと思うと嬉しくなるよね。お尻たまにうんちつけてて、臭い時もあるけどね。
くーちゃんが伸びたりリラックスしている様子を見ると、こちらもほっとするよね。これからも元気な体と心で安心した毎日を過ごせますように。チャンネル登録よろしくね。